して今起きたの？そんな感じだけど。どうかした？うん。勉強がしたくて。そのための教科書というか、資料を貸してもらえないかと。勉強？資料？私が持ってるものなら構わないけど、何の勉強？そ、では、だから、いつもの同人誌なんだけど、いつものとはちょっと違うものが読みたくて。ほほう？具体的にどういったものをご所望で？それは、男の人をだね、気持ちよくさせるコツというか、テクニックというか。え？ハレンチだというのは分かってるんだ。でもその、今の僕に必要なのは、そのハレンチなのかもしれないから。ハレンチが必要ってどんな状況よ。何のためにそんな勉強を？何のため？そんな必死になるなんて、まさか、お兄が、強引に？え？嘘？ガチで？やりやがった、あの野郎！やりやがった！いや、違う！それは違う！決してリクに強要されているわけじゃないから。僕がリクのためにしたいんだ。落ち着いてくれ。え？そうな？ノアちゃんがそういうのなら。いや、でもそれはやりすぎでしょう。そもそもお兄が立たないのって、魔王のせいなんだよね。テクニックとか関係ないのでは？そう考えていたんだけど、決めつける前に確認をしておくべきだと思ったんだ。リクの中で、快楽が魔王の力を上回れば、現状打破の可能性があるかもしれない。快楽で魔王を上回るっていうのもすごい話だな。